アルマン・トルーソーはフランスの内科医である。悪性腫瘍で見られるトルーソー症候群や低カルシウム血症で見られるトルーソー症候などを発見してその名を残したほか、トルーソー・ラルマン体も発見した。聞いているうちに新しい薬をすぐ使えとの傾向を残した人物と言われることもあるが、実際にはミシェル・フィリップ・ブーバールが40年前に同じことを述べている。 アンイコールエイコールロアール県、トゥール出身のトリューソーは、地元の総合病院にいたピエール・フェデルブルトノーの弟子として医学研究を始めた。彼はパリに移って学問を続け、1825年には博士号を取得し、1827年には非常勤職員となった。1828年にはフランス政府の任命を受けて、 南フランスでの伝染病調査に向かっている。この任務を遂行した後、同年には、大熱病調査委員会の一員として、ジブラルタルへ向かった。この仕事と、高頭結核に関する研究で、彼は、パリの学団で認知されるようになる。1830年にはコンクールを経て、病院医師となり、ジョセフ・クロードレ・カミエの下で、 オテルイコールデューの医師として働きつつ、1832年には中央省庁で公衆衛生を担う役職を得た。1837年にはアカデミーから大賞を獲得した。1839年にはセイアントワーヌ病院の内科医となり、その後はパリ大学医学部の治療部門、薬理学の長となった。1 8五十年には臨床医学院長となり、 再び、オテルイコールデューの主任医師として働き始めた。彼は政治分野でも熱心に活動しており、特に1848年のフランス革命後には立法府の一員になるなどいくつかの役職を歴任した。晩年は胃がんに苦しんだ。偶然にも、1867年には自身で発見したトルーソー症候群を発症し、 その活動はがんによって制限され、そのまま死に至った。フランス医学アカデミーにある教像左から2番目が、トルーソー・トルーソーは、クループ、排気腫、胸膜炎、工場選手、マラリアの新規治療法開発に大きく寄与した。1837年に発表した、高等学に関する基礎論文で、フランス医学アカデミーの賞を受けている。彼はフランスで、 初めて気管切開を行った人物でもあり、気管相関技術と合わせて1851年に先行論文を書いている。臨床医学と治療法に関する彼の教科書は人気を博し、英語にも翻訳された。トルーソーは、失語症、不完全型を造語したほか、アジソン病や、ホジキンリンパッシュといったエポニムを世に広めた。1833年、彼は、 トルーソー気管拡張器を発明したが、これは、先の鋭い監視で、気管切開時に空気口へアプローチしやすくするためのものだった。他にも、悪性腫瘍に伴う、血液凝固更新で、脳卒中を起こす、トルーソー症候群、低カルシウム血症時に上腕を、マンシェットで圧迫することにより、手が助産死し,しくらいを取る、トルーソー症候などに名を残している。トルーソーは、 優れた教師でもあり、文下からは名声を得た者も,も数多く出た。教え子の中には、プエルトリコの独立指導者にして、下界、そして、レジオンドヌール勲章受賞者のラモン・エメテリオ・ベタンセスもいる。息子のジョルジュ・フィリップ・トルーソーは、ハワイ王国のお抱え医師となり、孫のアルマン・アンリ・トルーソーは、巧妙な眼界となった。ありがとうございます。